毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしておりますよろしく。こんにちは。第73世竹野町ですね。竹内睦弘です。今日は10月8日8日って言っても要するに8日のことなんですが、なんかよくね、わからない方もいらっしゃるんですが、別にどうでもいいです。今日は岩倉具視、明治新政府の使節団が欧米に旅立った時です。欧米に旅立ったんですが、問題が起こりました。この全権使節団のはずなんですが、全権の証明書を持って行ってなかったんです。で、話し合いには応じないと欧米諸国が言ったんです。行ったのは木戸孝允、大久保利通、伊藤博文などがいます。木戸、大久保、伊藤ですよ。トップ級が行ったんです。他にも民間からは中江町民、津田塾大学を作った津田梅子も行ってます。そんな全権団が何の成果もない状況になるんです。なぜかというと、全権の症状を持ってなかったら話にならないんです。で、大久保と伊藤は即刻で全権の委任状を持ってくるっていうふうに言って帰ろうとしたんですが、木戸はやめとけって、欧米側は我々のことをなめてるからと、持って帰っても相手にしてくれないよって木戸孝允が言ったんです。でも帰りますって木戸さんって長州の、同じ長州の伊藤は言って、で、薩摩の大久保を引き連れて、まあ、大久保の方が格上ですけどね。ですが、もう連れて、一旦日本に戻ったんです。で、委任状を取ってきたんです。明治天皇から。で、持って帰ったら、結局相手にされなかったんです。大久保と伊藤は落ち込んでます。船の上で。で、木戸が来て、頑張ったなって言ってあげればよかったと思うんですよ。でも木戸孝允は一言、バカかお前らはって言ったんです。半年かけて帰ってきて、バカかお前らはって言われたんです。もちろん木戸の言う通りです。無理だって、最初から相手にされないって木戸はもう分かってたんです、状況が。そんなことがありました。で、結果、伊藤博文は木戸孝允の子分をやめて、薩摩の大久保利通の子分になったんです。そのおかげで初代内閣総理大臣になれたという、ことがありましたね。中江町民は東洋のルソーと呼ばれたぐらいの人ですが、この方は国会議員になって、1週間たたんうちにこんなところダメだってバカばっかりだって辞めた人です。1週間で国会議員辞めるって人って結構難しいです。津田梅子はもうね、10歳の前に一桁台の時に海外留学してます。この時の留学生の一人です。でも日本に帰ってきた時、源氏物語を、翻訳してくれと、日本語に訳、日本語の源氏物語を英語に翻訳してくれって頼まれた時に、津田梅子は
こんなエロ小説を私に読ますなんて変態だわって言ったんです。津田梅子にとっては、源氏物語はエロ小説だったそうですよ。そんな10月8日、また明日。